はい、ということでね、今ちょっと途中でエネオスがあったんで、早速エネキ使ってね、給油しました。あれなんかね、あのちょっと写真撮ってなかったんですけど、おじいちゃんが廃屋入れようとするんですよ。あのその前に兄さんがレギュラー満タンっていうことで話しついたら、じいちゃんがなんかあのノズル持ってきて、廃屋って言ったから、いやレギュラーですって言って、でレギュラー入れてもらったんですけど、なんかなみなみ入れられて、あの穴があって、ほら、なんかあの抜けるとこあるんじゃないですか、あそこ以上になみなみにつられて、これ大丈夫かな、大丈夫ですかね、びっくりするぐらいいっぱい入れられたんですけど、もう大丈夫なのかなっていう気はしますが、まあね、ガソリン燃やしちまえばね、まあなんとかなるかなと、溢れたりしてこんよな、まさか。ちょっとびっくりしましたよ。はい、ということで、今給油を済ませたんで、このままね、草千里向かいたいと思います。そしてね、さっきね、給油中にさっきの 25R の方が同じ方向こっちに行ってるんですよ。ひょっとしたらね、同じ目的地かもしれないんで、次もしお会いしたらちょっとね、頑張って話しかけようかなと思ってます。うわー、いいっすね。うわー、ねえ待って、南阿蘇ってもしかして俺はあの山に登るのかい。ありがとうございます、ありがとうございます。今くしくもちょっとややみたいになっちゃったけど、あの山登るんですかね。あ、シルバーがいる、シルバーがいる、ちょっと見てますよ。いやー、すごいね、大自然っすよ。こんなとこ住んでたらさ、毎日これ見れるわけでしょ。いやー、そらね、なんか大きな男になりますよ、こんなとこで育ってたら。登ってきました、南阿蘇の方へ。うーわう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 わ、牛馬注意。あ、ありがとうございます。どうも、ここでも八重もらえる、最高じゃん。熊本見てください。あ、牛だ、なんか書かれとる。なんか書かれとるけど、あ、後ろ来た、ちょっと寄せようかな。あ、さっきの人だ。あ、出会えた、出会えた、日本の一人出会えた、同じ目的地だ。あの人あれだ、大観望にいた人だわ。これワンチャンリスナーさん切ない、なんか今日の予定を見て来てくれたとか、そんなことはねえか。うわ、やば、なにこれ、すごい。あ、なんか全然また違うね、大観望の方の阿蘇と。こっちはなんかさらになんか自然がこうなんか自然。すごい、牛おる。あ、馬だあれ、え、牛か、どっちだ。うわー、 25R でこんなとこ来るんだ、すごいな。燃費クソ悪いだろうに、多分ね福岡ナンバーなんですよ、あの人。なのでちょっと話しかけれたら話しかけたいな、 25R の人。KRT エディションでね。いやー、なんで後ろから来たんだろう、今先に行ったはずなのに。どっかで休憩してたんかな、じゃあ。うわー、やば、うわー、これいい思い出になったな。まだでもね、草千里に到着してないので、ちょっと草千里に到着して、で、そうですね、まあ景色楽しんで、うわー、すごい、どこまで登るんだろう。お、ライダーさんです、ありがとうございます。すごっ、草千里、あー、そういうイメージか。なんか大草原のイメージだったから、こういう山あいの、山あいっつうか、これ山肌の草、すげえ牛おるやん、やばっ。おーやべえ、これやべえわ、何ここ、すごっ、やばいやばい、語彙力どっか行ってる。うーわー、もう走、ここ走るだけで気持ちいい。展望台とか行かなくていいじゃんこれ。すごい、今日のメインですよね、実は草千里が。もうね、出発して5時間ぐらい経ちましたけど、まず青の洞門に行って、それからまあ耶馬渓を通って夢吊り橋に行って、でそれから大観望に行って、で大観望から今草千里という感じなんですけど、もう詰め合わせですね、やっぱ集大成と言ってもいい、この忍者予約くんとのロングツールの、ロングツール、ロングツーリングの。おまけに前に 25R が走ってる。最高じゃないですか。来ませんだろうな、あの人。同じやん、かぶっとるやんみたいな感じでしょうね。ありがとうございます。
ちょっと休憩した時にちょっとマジで話しかけてみたい。リスナーさんだったら最高なんだけどな。で、後ろ走ってて思いますけど、割とスイスイ走ってますね、250。僕は結構、4速とかで回しながら今走ってるんですけど、差が埋まることなく、離れることなくって感じで。うわ、何あれ。ハゲ取るやん、草が。草がハゲ取る。牛の仕業か。でね、ちょっと大観望でね、ちゃんとした休憩取らなかったんで、ちょっと草千里どういう場所なんか知らないんですけど、休憩取れるとこならちょっと休憩取りたいなと思ってるんですけどね。これいつ着くんこれ。あと6分。まあちょっとね、 GoPro の方の容量があるんで、ちょっと一回ね止めますね。うわー、止めるね。やばー、何これ、すごっ。なんでこんな形になっとん。これ地滑りしたとかじゃないよね、まさか。すげえ、やばやばすぎ。これまた来たいな。はい、すごい。はい、ということでね、あと2分で草千里の展望台に着きます。いいっすね、めちゃめちゃ気持ちいいこの道。やばい、なんか今までの、なんだろう、初阿蘇の時より多分感動してますね、これ。こんな綺麗なんだ。これ、春とか秋とかの方がいいのかな。なんだろう、冬だからか、空がすごい、はっきりとしてて、綺麗なんですよね。あれは展望台ですね、多分。食べ物とかそういうのも置いてるって感じではないのか。ちょうどそうですね、こう頂上がここなんで。はい、到着しましたね。到着しました。お、何してる何してる、右足何してる。 あそこか、あそこで止めるんだ。止める場所がない、もしかして止める場所がない。おお、何あの池、池なんか分からんけど、あ、人悪い、あれやんけここでええやん、ここでええやん。あの人もここで止めてる。へえ、裏側にあるんだ。え、これ何、え、取られるやつ、これ取られるやつじゃん。なるほどなるほど、お金取られるやつですね、ここ。はい、ということで、草千里とやらに到着いたしました。ここか、歩いていけるんだ。なんか、砂浜みたいになってますね。はぁ、ここが草千里。とりあえずじゃあこれからご飯食べれそうなんで、ちょっとご飯を食べようかなと思います。いやー、いいっすね。あ、温泉だ。多分、知らんけど。よし、じゃあちょっとご飯食べてきます。草千里到着です。今日のね、目的地がここと、この後はね、ケニーロードに、向かって、ケニーロード走って、熊本市街の方に行きながら、福岡に帰ろうという感じですね。はい、じゃあちょっとお昼ご飯を食べてきます。はい、ということでね、ご飯を食べてきました。あそこのね、なんかインド料理屋に行ったんですけど、クソまずかったですちょっと次来た時はもうやめとこう。カレーじゃなくて、なんかカレーライスじゃなくて、なんかそば飯みたいな、ちょっと名前がよくわからんやつだったんですよ。で、それを食べようかなと思ったんですけど、なんか怖かったんで、もう普通にビーフ焼きそばって書いてたんで、あ、じゃあビーフ焼きそばっつって頼んだら、なんか言葉が通じなくてで、どうやらなかったみたいで、ビーフがね。で、しかもマトンしかないと、ビーフちゃうやんみたいなそんな感じで、結果的に普通の焼きそばにしたんですけど、日本人のそのソース焼きそばのイメージかと思ったら全然違う、なんか卵でいったような感じの、なんか薄味のそばをあったかく焼いたみたいな感じのやつだったですね。800円でした。さあ、ということでですね、ケニーロードですね、ケニーロードまで行って、それをケニーロードを通って、まあ熊本市街の方にね、向かうという感じですね。はい、ということで、じゃあ出発しようと思います。取り回さんといけんね、これ。よいしょ、よし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 、はい、よし。250の人ね、同じくしてご飯に行ったみたいで、まだ戻られてないのでね、残念ながら話しかけれませんでした。はい、ということで、草千里を後にして、これからケニーロードを向かいたいと思います。はい、じゃあ出発します。子供がいる、すごっ、これすげえわ。この山はちょっと大迫力ですよ。やば、なんこれ、やば、これ鳥肌もんっすよ。うおー、やば、
アスやば、なにこれ、えぐい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 、うわわわわわ、すごいすごいすごい、怖い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 、そハミチンおじさんがマジ一番怖い。おお、やば、なんじゃここすごい、マジで感動と発見しかない。うわー、もういつまでも走ってたいねここの道。ああ、まあでも下ってってますね、これからケニーロードに向かってますんでね。はい、大自然ですわほんま、やば。さあこれを右に曲がって、これからさらにまだケニーロード、まだ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 ですね、グリーンロード南阿蘇っていうの今から入るんかな。はい、今ですね、ケニーロード通ろうと思ったんですけど、残念ながら凍結ですね。今別のバイクの方も来たんですけどダメっぽいですねお行くんだ、わー行っちゃうんだ、すごいな。行ってみますか、ダメだったら戻りますか、ちょっと行ってみましょう。はい、ということでケニーロード、ケニーロード、おーすごい、いいっすね、かの有名なケニーさんがここを走ったと、誰か知らんすけどね、まあ、ケニーさんがここを愛して名前をいただいたというような感じなんでしょうね。はい、ただねちょっとね凍結の恐れがあるということなんで、まあ本当にゆっくり走ろうかなと思ってます。ここがね僕の最後の、今日のね最後の目的地なんですよ。このままケニーロードを抜けて、グリーンロードに戻って、というか今がグリーンロードなんですけど、そのまま、熊本市街の方へ行って高速で帰るというようなプランですね。これがケニーロードなんだ。あー、どっちかっていうとこうなんか攻める感じなんですかね。はい、おお、綺麗、こっからワインディング、わー、あそこにいたんですよさっきまで俺、こんなとこ走ってたんでね、じゃあそのケニーさんは、あ、さっきのだ、さっきの方ださっきの方ですね、このまま抜けましょうか、ケニーロードね。ということで今日はね、この忍者400との、最後のロングツーリングということで、朝ね7時に、地元を出まして、今ね最終目的地であるケニーロードに、到達いたしました。まあこれからグリーンロードをそのまま走りまして南阿蘇を抜けていって、熊本インターチェンジに向かう予定です。うわー、なんだあれ、なんかすごい突起物がある。バイクってやっぱああいう今みたいにちょっとこう見知らぬ人ともちょっとこうなんだろう、接することができるっていうのは本当いいですね。同じバイク乗りっていうなんか一つのカテゴリーがなんか仲間意識を生むんですよね。はい、八重とかもね今日たくさんもらいましたんで、ちょっと落ち葉が怖い、うん、いっぱい、おお攻めてんね、これは取らなきゃダメだケニーロード。うわ、なんか崩してる、すごい、こっちはなんか人が少ないですね、やっぱ本当に、うわ危な、本当に峠って感じ、こういうとこなんか結構あれかもしれないね、プロの方とかがレビューとかしてるのかな、そういう道ですね、割とがっつり開けて 25R でここ走ったらすごい楽しいでしょうね。おー、ケニーロード、いいね、いやーグリーンロード抜けました、めちゃめちゃ綺麗、わーいいな、うほー、うわーすごい、これが熊本市街でしょうね多分、うわー気持ちいい道ですよ。でね見てください、馬がいるんですよ、馬が、さっきからねリアクションしてほしいけどね、馬をしてくんない阿蘇ミルク牧場っていうとこがあったんで、ちょっと寄っていきたいと思います。めっちゃ人おるやん。阿蘇ミルク牧場。ちょっとアイスかなんか売ってたら買おうかなと思います。はい。
ということでね、このミルク牧場で思った以上に時間を取られてしまいましたので、予定の時間よりね、遅くなりそうなので、これからね、高速に乗りまして、そのまま福岡の方にね、一気に帰りたいと思います。途中のね、パーキングでまた休憩すると思いますのでね。はい。ということでね、これで熊本をね、後にしようと思います。はい、ということで、阿蘇ミルク牧場出てから、マミカウロードというところにね、行くみたいですね。なんですか、マミコウロードって人の名前ですかね。有料とかじゃないだろうな。マミコウってなんて言うのね、人の名前なのかな。マミコさんなんですかね。しかし熊本はマジで標識が、速度表示がないんですけど、やっぱおおらかなんですかね、そういう風に。はい、ETC で今から高速乗って高架に帰りたいと思います。さあ帰りますよ。2時間ほどの旅ですね、今から。天気もいいし、安全運転で帰りたいと思います。はい、ということで、クラテの、折り口まで来ました。きつかった。およそ熊本出ておよそ1時間半ぐらいですかね、走りましたね。いよいよ地元に帰ってきます。まだね、まだついてないんで気を抜かずに、おー、行きたいなと思います。お、警察がいる。まだ、はい、OK。 さあ、ETC OK。 いやー、きつかった。玉名のパーキング以降もうフルで走ったんで、くさっくっさい、うえくっさっ。いやー、帰ってきたっすね。さあ、これからもうあとはね、自宅に帰るだけなんですよね。なのでちょっとね、晩ご飯をどっかで食べようかなと思ってます。うん、今日朝のね7時に出まして、今がねちょうど夕方6時ぐらいかな、今。あ、5時半ですね、今5時半走っております。スケさんうどんかなんかに行こうかな。はい、ということで今日は青の洞門に行きまして、それから夢釣り大橋、そして大観望に行って、それから草千里からケニーロード、はい、というね、弾丸ツアーをやってきました。体中やっぱ痛いですね。いやー、疲れた。疲れ申した。よいしょ、なんだ、なんで。あれ、なんか、半くらいがおかしい。あー、もうだいぶ疲れが出てますね。気抜いちゃダメだな。うん、でも、いい思い出ができましたね。忍者400との。2回目の阿蘇はね、南阿蘇でしたけど、南阿蘇も良かった。あんないいものと思いませんでしたね。いやいや、良かった良かった。はい、ということで、地元のね、スケさんうどんまで来たんですけど、アホみたいにいますね。ちょっと嫌だな。これからご飯を食べていきたいと思います。はい、スケさんうどんでね、晩ご飯を食べ終わりました。一人だったんでね、町はいたんですけど、個人の席が空いてるんで、すぐ食べれましたね。さあ、これでね、あと給油をして帰りたいと思います。今日のね、走行距離が多分、420キロですね。走りました。まあ自宅までの分考えると、まあ425とかそれぐらいでしょうね。今から給油をして帰りたいと思います。エネキーをね、エネキーをしたいんですよ。いや、エネキー便利。よいしょ。さあ、ちょっと待ってよ。粉で洗わせたからね、7リッターぐらい入りましたね。これで終わりですね、エネキーいいですね、エネキー。はーい。はい、ということで今日は、朝からね、家を出まして大分方面から熊本を回って、というね、超弾丸ロングツーリングをやってまいりました。というのもこの忍者400と最後のロングツーリングということで1日ね頑張りました。僕もねこの忍者400も頑張ってくれました。いやー、気使った。もうね、ケツが痛い、ケツ筋が痛い、ケツ筋とね、この握力、手が非常に痛いですけど、いやー、本当にね、天気が良くて、まあ、計画通りの、晴天で、もう最高でしたね。本当にいい思い出ができましたね。まあ、これで、まあ、忍者400とロングツーリングに行くことは、もうおそらくないと思いますね。もしかしたら、まだ、もう一回ぐらい行くチャンスあるかもしれないんですけど、基本的にはね、もうこれが、僕の、この忍者400とのね、思い出作りのね、最後の、仕事ということになりました。はい、今後は、まあ来月になると思うんですけれども、今後は25R乗り換えて、で、25R でもね、やっぱりロングツーリングちょっと挑戦してみたいので、その時はね、どんなドラマが待ってるか分かりませんけれども、ね、
いやまあ何にせよ本当にありがとうって感じですね、銀座400。あとはもう家までね無事に、帰るように最後まで気を抜かずに、帰っていきたいと思います。はい、ということで、今日はロングツーリング、弾丸ツーリングということでね、この忍者400と、走り回ってきました。まもなくね12時間が経過します。あと30分で12時間ですね。とんでもない時間走りましたよ本当に。はい、ということでもうすぐ自宅に着きますので、これでね無事帰ったということで、ツーリングを締めたいと思います。以上みそねぎでございました。ご視聴ありがとうございました。長々とありがとうございます。そして忍者400ありがとう。最後にいい思い出をありがとう。バイバイ。